皆さんこんにちは、ベアブリックハンターのテルです。今日は、最近購入したベアブリックたちを紹介していこうと思います。まず最初は今週ね発売されたベアブリックなんですけども、こちらのカルツェドニアのベアブリックです。このベアブリックは、イタリアのねお店みたいですね。カルツェドニアっていうのは大きな括りでいくともアパレルですね。で主になんか靴下とかストッキングとか、そういったものを中心に売っているお店でした。で僕はあの渋谷店に買いに行ったんですけども、結構余裕があったみたいで、普通に整理券もらって買うことができました。それでお店の中でねビアブリックは別として他に5000円分の靴下とかねそういうのを買うとノベルティとしてこちらのね 100% がもらえます。デザインはね一緒なんで 400% をちょっとね今日は開けていきたいと思います。はい、こちらがね 400% です。すごい可愛いデザインですね、カルツェドニア。裏に、東京って入ってますけど、その東京店がね、5周年ということで、それを記念した、ベアブリックになっています。で最近のね、ベアブリックの中では、かなり、入手難易度は低くて、すごく助かりました。ここ最近本当に、ベアブリックはね高騰していて、今からね紹介するベアブリックはねほとんどもう、10番近くに値段が高騰しているベアブリックばかりです。このベアブリックはねすごく可愛くて気に入ったんですけど、後ろがね東京って入ってるんでね、もしかしたらね今後いろんなお店でね限定が出る可能性ありますよね。はい、続いてはスバルのベアブリック 400% です。こちらのベアブリックは、見事ね抽選に当たったので普通に手から買いました。これもね結局今現在10万近くの値段がついてますね。でこれもともと 100% がね数年前に出て、で今回初のね 400% が出ました。これを機にね今まで出てる、セカンドモデルとか、東京タワーのねコラボしてるものとかね、そういうのを 400% にしていく可能性ありますよね。とりあえず、開けていきたいと思います。はい、早速ね開封したんですけども、想像以上に、反射してますね。これはちょっと紹介しにくいですね。本当にね綺麗です。これは本当はねくまなくちょっとね紹介したいんですけども、ちょっとねいろんなところが映ってしまうので、すいません。後ろがねスケルトンですね。これはね反射しなくていいですね。ここはね全然大丈夫ですね。 100% ねまだ未開封のブリスターで撮ってあるんで、ちょっと後ろ見たことなかったんですけど、おそらくこれは 400% だけの仕様ですよね。足の方はこういった感じで、メタリックになっています。非常にねかっこいいです。これはね本当に定価で当たって本当に助かりました。スバルさんありがとうございます。はい、続いてはゴッホ展限定の、これもね抽選販売だったんですけど、これはね外れました。こちらの、ゴッホのベアブリックですね。タイトルがねカントリーロードインプロヴァンスバイナイト、日本語のねタイトルあるんですけどね、それはテロップに出しておきます。フリマアプリサイトとかにもう出た時から10万近く値段がついていて、今もね10万前後で推移しているベアブリックですね。まあ10万までいかなかったんですけど、まあそれに近い値段で、これはねもう購入しました。
早速ね、見ていきたいと思います。元々のね絵が、こちらのね、箱に書いてある絵で、それをベアブリックに落とし込んでいるので、こうやって見るとね、これ 100% なんですけど、ちょうどね上の方に月が描かれているんですけど、それがねちょうど顔のところに来てますね。まあ、あとはもうちょっとよくわからないですね。もうどこの部分か、まあよく見ればわかるんですけど、まあウォータープリントなんでね、どの柄が出るかっていうのは本当に買ってみないとわからないので、まあでも今回のものに関してはまあどこが出ればいいとか、あるのかな。まあでもその月がね顔に出てるのはいいのかなとは思いますけど、 400% もね見ていきたいと思います。はい、こちらが 400% です。 400% はねまた全然絵柄がね違いますね。全く違います。これは木がね前面に入ってますね。後ろを見ていくと、おすごい、ここにね馬車がね描かれてますね。ここに、人があって、なかなかいいのかな。まあ正直言ってね、これに10万の価値があるとは僕はあんま思わないんですけど、もうしょうがないですよね。でもう10万じゃないと買えない風になっちゃってるんで、まあ諦めてもいいんですけどね。今回はちょっともう、前回その、もう一つゴッホがあったんですけど、それもね、当たらなかったんで、まあそれはね、もう諦めてこっちの方を買いました。まあ今後はね、もう本当に、こういう高騰が続くんであれば、もう本当に選んで買っていくしかないですね。あ、ここにね、月がありますね。まあ、飾っといたらね、まあ、おしゃれっぽくてね、いいとは思うんですけどね、ちょっとさすがに10万は高いですよね。はい、次はね、最後になります。あのベアブリックを紹介したいと思います。はい、最後に紹介するのは、こちらのカズテンションです。こちらもね、抽選は外れちゃったので、フリマアプリなどを駆使して、購入しました。ちなみに金の価格の推移を見ると、20万近くになってますね。僕はね最初8万ぐらいで買えたんですけど、その落札出品者が、なかなかね発送ができなくて、その間にね運営さんがねその取引を削除しちゃったんですよね。購入した時は10万は超えてましたね。12、3万だったと思います。はい、こちらもね、元の絵が、箱に、書いてある絵で、それを、ベアブリックに、したものです。柄はね、もうちょっと、よくわからないんですね。まあでもね、ここにね、バッテンのマークが入ってますね。まあでもこれもともとね、どの柄が入っても、まあ綺麗なデザインになってますよね。400% も見ていきましょう。400% です。これはね、ここのところにバッテン、大きいバッテンマーク入ってて、すごくいいですね。非常に気に入りました。ただね、20万はさすがにちょっと高いんじゃないかなと思いますね。はい、後ろはこういった感じの柄が入っています。1000% はねまだ諦めてはいないんですけど、まだね、販売がありそうなんでね、最後の抽選かわ、まあ、からないんですけどね、それにかけてねなんとか手にしたいんですけど、まあ難しいですかね。
カウズファーストと、一緒に並べてみたいと思います。はい、カウズのねファーストモデルと、一番新しいカウズテンションを、並べてみました。本当に20年前にねこれを購入した時にまさかね20年後もこんなにねまあ本当にブームが続いてるなんてやっぱ思ってなかったですよね。本当に大切にね取っておいてよかったと思います。これからもベアブリックカウズのフィギュア、いろいろ紹介していきたいと思いますのでチャンネル登録グッドボタンコメントの方をよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。